wake up, feel my heartbeat. It's a good day. 皆さんこんにちは。ダイエット中のりなです。これからお昼を食べるところなんですけど、ついこの間私は27歳になりまして、まあ誕生日をね、いろいろお祝いしてもらいました。で、その中でね、いろんな美味しいものをたくさん食べまして、まあダイエットはちょっと、うまくいってないんですけど、はい、もうずっと同じ体重をいますね。58、59を行き来してるっていう感じで、ちょっとダイエットは、ストップ中というか、食べてるから普通に、ダイエットはちょっとあんまりできてないんですけど、一応ねこの一人でいる時とかはちゃんと気をつけて食べるようにしてるので、まあ今日はねそんな感じで今日食べてるものとなんかミールプレップとかで作るものとかを紹介していこうと思うので、高タンパク質な食事っていうのを紹介していきたいと思います。今日のランチはこんな感じです。サーモンとキュウリと、キヌアとジャスミンライスを混ぜたもの、あとは筑前煮です。こんな感じがお昼です。ね、このキュウリはねこのビッチンソース、これをちょっとだけつけて食べたいと思います。あんまりつけすぎると危ない。大さじ2で90カロリーで、脂質が9あって、炭水化物3、プロテイン2だから、ちょっと脂質は高めなので、食べ過ぎ注意っていう感じでちょんってつけてこんな食べたいと思います。これねすごく美味しいの。日本にあるかな、日本のコストコで見たような、見てないような、ビッチンソースって言うんだけど、美味しいので野菜スティックとかねつけるのにめっちゃおすすめなので、もしアメリカ来た時か日本のコストコにあったらぜひ食べてみてください。めっちゃ美味しいです。アメリカに帰ってきてすごい感じるのはやっぱり歩く機会が少なすぎるどこ行くにもやっぱ車だしさ、で今ケイシーが毎日仕事行くのに車持ってっちゃうから、私はね結構ずっとお家にいるんですよ。ずっとお家寝て、そのジムに行く時間以外はほぼ動いてないだからそういうのもあってね、結構動く頻度が少なすぎるっていうのもあるし、イベントがたくさんあって食べる機会が多いというのもあるし、ダイエットってさ本当になんかもう超明確な目標がないと頑張れないじゃないですか。一応なんか目標は立てたけど、なんて言うんだろう、なんか例えば結婚式が1月にあるから、それまでにもう絶対に痩せなきゃいけないとか、あとは大会があってそれまでに絶対に体脂肪をめちゃめちゃ落として仕上げなきゃいけないとか、そういうねなんかもう目に見えたここまでにこうならないといけないみたいなのがないと、なかなかダイエットってなんか難しいですね最近すごい複雑なんですよ。なんか前は本当になんか体重落としたくて、体重落として48キロになれば私はハッピー、それでゴール達成して自分に自信持ててって思ってたけど、なんかそれがねなくなったわけですよ。そういうなんか数字を追い求めて体重を減らすっていうことに対してなんか執着心がなくなったから、なんて言うんでしょう、なんか一応体重減らしたいし、今はちょっとなんだ重すぎるというか、もうちょっと脂肪を減らしたいからダイエットはしたいんだけど、熱が入らないですね、なかなかじゃあ正直なところ熱が入らなくって、まあ、私の中では体重は全てではないし、居心地が良ければいいから、今の体型が好きじゃないかと言ったら好きじゃなくない、別に好きだし、変える必要性っていうのが大きく見出せなくって、苦戦中ですねだからこそね、来年とかさ大会とか出れたらいいなとか思うんですけど、ちょっと難しいな。そういえばね、最近ご飯とキヌアをね半分ぐらいで一緒に炊いてるんですよ。一緒に混ぜてジャスミンライスとキヌア混ぜて食べてるんですけど、キヌアってなんかすごい食物繊維が豊富なんですよそう、白米を同じだけ食べるのとキヌアを食べるのでは結構カロリーも抑えられるし、あと糖質とかも抑えられます。まあ、糖質抑えなくてもいいんだけど、白米が 130g 食べるとしたら炭水化物が48でタンパク質 3.2 で、そのうちの食物繊維は 0.4 くらいしかないんですね。 0.4 くらいしかないのに対してキヌアが 130g だったら炭水化物が 30g で、プロテインは 5.6g、 食物繊維が 3.5g なんですよ。だからね、食物繊維がより多く取れてカロリーが低い、糖質も低い、だからめっちゃダイエットにいいです。キヌアってあんまり見ないけど日本で、でもキヌアをご飯と一緒にね混ぜて炊いたら、その分なんかカロリーカット、糖質カットにもなるので、すごいおすすめです。しかもね美味しいし食べやすいで、なんかプチプチしたような感じで、私はめっちゃ好きです。気に入ってます。キヌアはサラダとかにも入れられたりするので、いろんな料理の使い方ができて楽しいです。
ということでお昼ご飯を食べ終わったところなんですけど、これからプロテインクッキーを作りたいと思います。最近ねコストコでクランベリーを買ったんですよ。これを見た時にめっちゃ美味しそうって思ったの。すごいブルーベリーっぽくてベリー系っぽくてなんか甘酸っぱいような感じなのかなと思って買ったんですよ。そしたら食べたらもう全然美味しくないのこれそうクランベリー普通のねこうやって果物状で食べたことないなって思ってて、だから試してみたかったんですよ。どんなもんなんだろうと思って、で食べたら本当に美味しくなくて、なんか超酸っぱくて甘くないんですよ。ちょっと食べてみるけど、まあこんな感じですね。クランベリー酸っぱい、こんな感じ。なんか食感的にはリンゴっぽくてものすごく酸っぱいの。なんかリンゴが超酸っぱいみたいな、もうレモン以上に酸っぱいみたいな感じです。ちょっと苦味もあるかな。まあ普通はねこれは人は料理に使うみたいなんですけど、それを知らずに買ってうわってなってこれじゃ食べれないと思ったので、これをプロテインクッキーの中に入れたいと思います。でこれはね本当はなんかアメリカの感謝祭とかでなんかクランベリーソースを作って、それをなんかターキーにかけたりとかハムにかけたりとか、そういう感じでソースを作るのとかによく使われるんですね。まあ、今多分感謝祭シーズンだからこれが置いてあったんだと思うんですけど、私は普通に食べようと思って買ってちょっと失敗したので、プロテインクッキーにちょっと入れてみたいと思います。作っていきましょう。はい、ということでここに全部材料を置きましたので、これからプロテインクッキーを作ってみたいと思います。クランベリー入りです。まずは1カップのオートフラワーなんだけど、これはオートミールを今ブレンダーで粉々にしてフラワー状にしました。これを1カップね、1分の1カップのココナッツフラワー、いい匂いで、1スクープのバニラプロテイン、次2つの卵で、溶かしたココナッツオイル、あ、4分の1カップ、3分の1カップのハニー、きました、クランベリー2分の1カップと、最後にこちら 85% カカオのチョコレートチップ2分の1カップです。いや、半分ぐらいにしとこう。でこれを混ぜてクッキー状にしてシートに引いていきます。あと本当はね、本当はチョコレートチップとクランベリーは後で入れるはずだったんだけど、間違えて先に入れちゃいました。ちょっと間違えちゃったんだけど、とりあえずちょっとこのままこれをクッキー銅にして、ブレンダーで混ぜて銅にしてクッキーサイズにして、で焼いていきたいと思います。ちょっと間違えたけど、まあなんとかなることを願いましょう完成しましたと。おぉ、普通に美味しそうじゃない？これはこれでさ、クランベリーがなんか食べやすい感じになったから、これでいい気がします。ここにココナッツオイルを塗りました。で、これからクッキーをここに置いていきます。こんな感じ。はい、ということでクッキーの生地が完成しました。これを15分オーブンで焼いていきます。これ見て。これ、めっちゃ良くない？これがねついてるの、吸盤みたいな、タコの吸盤みたいなのをね後ろにつけて、そしたらねこう見れるわけですよ。どこでもこうやって料理するときにここに貼ってレシピを見たりだとか、お風呂のタイルに貼って動画を見たりだとか、他の壁に貼ってセルフィーを撮ったりとか、めっちゃ良くないですかこれ。なんか海外のサイトで買ってなんか怪しいなと思いながら届いたから良かったと思ったんですけど、最近これなんか最近買ったものの中で一番なんか便利だったなと思って、はい超気に入ってます。クッキーを焼いてる間に私はカレーペーストがねめちゃめちゃたくさんあるの、もう賞味期限がもう切れたんだけど切れたけど、だからといって全部捨てるのはもったいないほどあるので、一生懸命ねカレーを最近作って、それでカレーで消費してます。タイカレー、そう私タイレストでさ働いてたからね、それでその時にもうカレー大好きと思ってカレーペーストをめちゃめちゃ買ったんですよ。3箱赤と黄色と緑のカレーペーストを買って1個も使ってなかったの。てか1個か、1個開けて1個だけ使って、ほんのちょっとにほんのちょっとだけで、もう全部もうエクスパイアしちゃったから、一生懸命使ってます。まだ大丈夫だろうということで、だからねココナッツミルクも大量にあるし、カレーのペーストもいっぱいあるから、ピンカレーを作りたいと思います。タイ料理はね結構ねヘルシーなんですよ。タンパク質も結構取れるし、野菜もたくさん取れるし、割とヘルシーなので、こちらを作っていきます。プロテインクッキーが焼けました。
見てー、美味しそうじゃない？なんか秋っぽい色だし。クランベリーが入ったプロテインクッキーです。めっちゃ美味しそうじゃん。冷めたらちょっと食べてみたいと思います。せーの、せーの。カレーさんができました。グリーンカレー。せっかくなのでクッキーを一口食べてみたいと思います。あ、固まりました。クランベリーチョコチッププロテインクッキーでーす。いただきます。めっちゃいい。うんま。クランベリーもっと入れればよかったかも。チョコとさ、なんかベリー系ってめっちゃ合うじゃないですか。合うと思うんですよ。クランベリーってすごい酸っぱいわけ。酸っぱいのと、あのチョコレートの甘い感じと、めっちゃ美味しい。チョコレートとベリーって本当に合うと思うの。だからね、これね、よかった。クランベリーの使い道、これでも使えるわ。プロテインクッキー、プロテインも取れるし、オートミールから作ったフラワーを使ってるからヘルシーだし、普通に。油はココナッツオイルしか使ってないし、もうヘルシーなものしか使ってない。だってチョコレートも 85%カカオのココナッツシュガーからできたチョコレートなの。だからね、全部いいものでできています。めっちゃ美味しい。クランベリーね、1カップぐらい入れてもよかったかもしれない。意外とあのいい感じに感じるけど、もっと入れちゃってよかったなって。だってめっちゃあるから、クランベリーが。でもこれでめっちゃ簡単だったから、これからね、ああいう風に使えるなって思いました。ジムの前とかにね、食べるのにちょうどいいし、プロテイン取れるし、オートミールから炭水化物取れるし、ココナッツオイルのヘルシーな脂質も入ってるし、めっちゃいい感じ。大満足です。はい、さっき作ったココナッツカレーとキューカンバーサラダです。こんばんは。今日も夜になりました。あのアメリカに帰ってきて本当にね、動かないからね、最近はめちゃめちゃあの体を動かすように、できるだけ有酸素をするように頑張ってます。朝ジムに行って、その時は有酸素してないけど筋トレして、で午後に3時くらいかな、3時くらいにバイクを漕ぎに行って、それで、まあ、45分くらい漕いで、その後ケイシーと合流して、ケイシーとお散歩して30分くらいかな。最近はね、あの筋トレだけじゃなくて有酸素を取り入れるようにしてます。だいたい週の中で150分くらいかな、から30分かける5回とかそういう感じで、まあ、150分くらいを目安に有酸素をあの取り入れるようにしてます。あの本当に動かなすぎるから、これはねまずいぞということで意識して、あの空いてる時間はね有酸素するようにしてます。夜はお昼に作ったグリーンカレー食べたんだけど、グリーンカレーさんもうね、ココナッツミルクの缶を2缶使ってるんですよ。あれ本当は1缶で作ろうと思ったんだけど、あの結構カロリーが高いから、あのココナッツの缶が、まああれを1回で全部食べるわけじゃないけど、ちょっとね脂質多いしカロリー高いから、1缶でやろうかなと思ったらめっちゃ辛くて、グリーンカレーペーストを使ったんですよ。このカレーペーストたちがいるの。これをね使わなきゃいけないわけ。もうエクスパイアしてるんだけど、2023年の11月17日、あれ11月17日は一応まだ大丈夫だけど、こっちもうね8月14日のやつ今一生懸命使ってます。本当は食べちゃいけないかもしれないけど、まあ一応大丈夫だからこれを食べて、そう、これをね大さじ8くらい入れて作ったんだけど、もう2回目なんですよ、このグリーンカレーを作るの。超巨大な鍋で。だけどなかなかね終わらないわけ。タイカレー率がめっちゃ高いです。ココナッツカレーは割とねヘルシーではあるかもしれないけど、ココナッツミルクが結構カロリー高いから、そういうの面でちょっと心配はあるけど、まあ食べ過ぎなければ平気かなっていう感じで、夜ご飯はココナッツカレーで、で多分明日も明後日も明後日もカレーになるんじゃないかなって思うので、多分もう8人前ぐらい作ったから、多分だからしばらくはカレーが続きます。ダイエット中ということで、できる時にダイエットを頑張っております。今意識していることは、まあ、あのコントロールできる日は食事とカロリーのコントロールをして、そしてできるだけあの意識して有酸素をすること、低強度のものだけどウォーキングとかエレクティカルとかあのバイクとかそういう感じで有酸素を取り入れるようにしてます。そんな感じですね。長いダイエットになりそうなんだけど、本当にもうちょこちょこって目標にたどり着けるまで頑張りたいと思うので、すいません、あのゆるいダイエットしてますけど、温かく見守ってくださると嬉しいです。それでは今日の動画はこちらで以上になります。今日も最後まで動画を見てくださりありがとうございました。何かリクエストがあったら、あのよかったらコメントで教えてくださると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。